ブライトンのロベルトでゼルビ監督がチームの今季の挑戦について率直な分析を行ったブライトンは日程の過密と負傷者の多さに悩まされながらもプレミアリーグで10位に位置しているしかしながら主力選手の3とソリーマーチの長期離脱によってチームに大きな影響が及んでいることは否めないでゼルビ監督は 昨シーズンの躍進を経て初のヨーロッパリーグ出場権を獲得した後今季は厳しい状況に直面している昨夏の主力選手の離脱過密な日程そしてけが人の多さがチームの戦いを妨げている特にミト笘とマーチの不在はチームの攻撃力に大きな影響を与えていることをでゼルビ監督は認めている 三マとマーチを買い手のプレーは別物だ。で、ゼルビ監督はこう語る。我々は失点数でリーグ5位、正確には8位。で、得点数で7位や8位だが、より多くの引き分けを記録するチームだ。リーグトップの11分け。この言葉には、チームの現状を端的に表したものがある。 ブライトンは攻撃力において一定の水準を維持しているものの、ミトマとマーチのような重要な攻撃選手の不在が得点力に影響を与え、その結果として引き分けの多さが目立っている。夜に眠れない時、私はテーブルで研究をしている。で、ゼルビ監督は続ける。我々はその大きな代償を受けている。この発言は、 監督の情熱とチームへの献身を示している彼はチームの状況を改善し戦術的なアプローチを見つけるために夜な夜な研究を重ねているしかしそれでもなお三マとマーチのような主力選手の不在は大きな障害となっているブライトンは首位マンチェスター、シツとの一戦を控えているが依然として三マ、マーチ、ジャック、 ヒンシェルウッドの離脱が続いていてるその他の選手たちも不透明な状況にある中でチームは今後の試合でどのような結果を残すことができるのかや関係者の期待が高まっているブライトンのファンやサッカー愛好家たちは「でゼルビ監督がチームの課題に対処するためにどのような策を講じるかに注目している」。 の指導力と戦術的な知識がチームを再び上位に押し上げるる鍵となるだろう締め作りとしてブライトンの現状は厳しいものであるがチームとしての結束力とでゼルビ監督のリーダーシップの下彼らは逆境を乗り越え再び成功を収めることができるだろう。